本田忠勝、井伊直虎、井伊直政。彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち、そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。あ、誰かいるみたいです。うん、戦の準備を進めているようですね。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感をしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。貴様ら、魏軍だな。本隊にこのことを伝えよ。我らは魏軍を食い止める。勝てれ。先ほどとは違う軍勢のようだ。またもや敵とみなされてしまったか。おそらく今のは先遣隊、じきに本隊が来るはず。ならと敵の大将に直接話を聞くとしましょう。私たち敵じゃありません。なんでこんなことに。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。この武器、どうした新入り。どうやら他の使い方もできそうです。この時まだできることがありそうです。試してみますか。雷門が槍にかけ来たれ。すごいです。もうその武器を使いこなしているんですね。者ども、突撃せよ。精を上げて攻めかかるのだ。
者とまみえるは困り。来い。義軍が現れたとのこと。義軍が、ナオマサ。予想よりも早いな。さすがは地の先方、侮れませんね。私たちもすぐに出陣の準備。義の先兵だな。思ったより少ないが、油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。ですが、義の各乱部隊にしてはどうも様子が変です。これ以上やけどする前に引くぞ。孫権様のもとへは行かせぬ。堂々たる異常符だ。戦すともと互角か。それ以上観察している場合ではない。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。平八これにあり。せっきながら見事ですね。ですが、義にあんな将はいたでしょうか。これぞ無双。まあ派手に暴れて困ったわね。でもこれ以上はさせないわ。なんて凛とした美人。つるくてすみません。押しております。無茶はしないわ。あなたがこの軍の指揮を取っている方ですか。我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとだ。
これにあり。私が天下無双だなんて。ナオマサ、生誕した。ここがどこなのか聞きたいだけなんです。それはどういう意味です？リクソン、もうよい。そのものだ、確かに義軍には見えぬ。話を聞こう。私は孫厨房、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け、迎撃に出たところ、妙な霧に包まれてな。ようやく晴れたと思ったらお前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし孫厨房、孫権だと。それに孫家、早期、あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。それは妙だな。どういうことでしょう。異なる時代場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえません。しかし今それが起こっている。私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが原因も事情も全く見えぬ。まさに霧の中をさまようがごとくだ。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬが、これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。願ってもない申し出だ。よろしく頼む、孫権殿。陸白猿、全力で戦いましょう。孫厨房、この天下を新たなものとせん。帝昌炎、愛しき風景を胸に描き戦わん。戦うことでしか守れないものがあるなら、この主義法こそが時代を照らす炎だ。先ほどの妙な武器使えば人知を超えた力を発揮できるようですね。この先の戦いでも役立つかもしれません。そうですね、ナオマさん。他にもいろいろな武器が手に入ったし、確認してきちんと備えておかないと。戦いはどんどん激しくなってきてますね。その分仲間も増えてるのはありがたいですが。ああそうだな。今後に備えるためにも皆の様子に気を配り、それぞれの力を伸ばしていきたいものだ。